矢口ひとりショーをご覧の皆さん、せーの、わー、あけひとりしゃべりましたね。相変わらずありがたいですね、これね。ありがとうございます。あれ、ちょっと待って、あ、ね、写真、ちょっと待って、誰これ写真飾ってるの。ちょっと待ってて、ずっと気がついてたでしょ。え、テレビ用のコメントでしょうか。ずいぶん泳がしてましたよね。じゃあ、これ始まったよ。これは誰がやったんですか、この写真。やぐっちゃんのね、うん、この前のドリームモーニング娘。のライブ、はい、来ていただきまして。行きましたよ、中野サンプラザ。いや、素晴らしかったね。初めて、もう7年ぐらいの付き合いになりますけど、ああ、初めてライブに来てくれたの。いや、ミュージカルとか行ったじゃんか。あ、そっか。でもライブは初めてです。ライブは初めてですよ。どうでした？素晴らしかったね。ありがとうございます。特にやっぱピースが俺は一番良かったね。底抜けにこう明るいあの歌、いいね。そうですか。もう登場のなんかっていうのあったよね。ないない。あるそんな。みんなでさ、並んでさ違う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 っていうこうでしょ。あ、そう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 、そう、それがほら、行こう、もうそこでこう胸をぐっと掴まれてね。あれ好きですか。すごい、もう最後、もうあっちゅう間の1時間半、2時間ぐらい。1時間半ぐらいですかね。いや、素晴らしかったですよ。でも、本当にハードでしょ。ハードだよ。もうMC が3分ずつぐらい途中入るんですけど、お話が。だけど、それ以外はずっと出ずっぱで、ずっと踊ってるんですよ。いや、だから MC とかのがかわいそうだなと思った。休ましてやれよと思って。もうさ、そうなの。ここでちょっとスタッフのねお悩み相談、はい、こちらみたいな。そう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 。いやいや、そんな状態トークしなくてもっていう。やっぱこう年齢も重ねてるから、あれなんですよ。そうだよ、息切れとかもね。娘と言いつつも、そう、モーニングおばさんですよね、もうそこそこ。おばさんじゃない、ドリームモーニング娘。いやいや、だってもう中澤さんなんてそこそこおばさんじゃないですか。年齢的には。今いくつなんですか、中田。今ね、ゆうちゃん38。 38? かな、うん、38。はい。で、やぐっちゃんが36。私は、違う違う違う、28。まだ28。なんで36なんですか、私。いや、もう風格としては36ぐらいいってます。違いますよ、28。 28だから、ゆうちゃんと私って10歳ぐらい離れてるんですけど、本当にね、姉さんのキレとか、なんかこう若々しい感じ、だからすごい姉さんが頑張ってるから、うちらはもう疲れたとか、だからもう無理とかっていうの言えないし。言えないんだね、姉さん頑張ってるから。終わった後にさ、その、はいはい、まあうちはこうスタッフと一緒に行ったんだけど。そうなの、皆さんわっとね、楽屋に行くんじゃなくて、ロビーみたいなところに、はいはいはい、みんながじゃあこちらへっつって案内された人がいっぱいいて、うん、でそこにモーニング娘。が来るわけよ。はい、あ、ちょっと着替えて、ジャージーかなんか着替えて、そしたらさ、その、うん、いわゆる、まあ、タレントみたいなのが、はいはい、クリス松村でしょ、はいはい、でミッツマングローブでしょであと水無し商船、あのお姉の子、はい、お姉ばっかなんだよこれさ、見る人が見るとさ、俺もお姉じゃねえのみたいな今日お姉の組合が来たぞみたいな雰囲気になってさ。違う違う違う、何なの、その日はたまたまなんです。すごいよね、あの確率。まあでも本当にその日はそうなんですよ。お姉様たちがいっぱい来てくださったんですけど、でもクリスさんがその日ちょうどお誕生日。ああ、そうそうそう、っていうことで、パンフレットにみんなでサインして、でそれを渡してハッピーバースデーを歌って、でまあ隣にいたミツさんにもそのパンフレットを渡してたら、ちょっとひとりさんの分がなくなっちゃって。そうだよ、俺の分は。そう、ごめんなさい。パンフレット欲しかったのに。水無し商船さんにはあげたの、パンフレット。てかさ、水無し商船さんは何つながりなの。俺、いや、分かんない。分かんない。クリスさんとヤグちゃんのつながりはなんとなく分かんのよ。はいはい、ヘキサゴンとかそこら辺でしょ。そう、私クリスさん仲いい。水無し商船は急に降って湧いて出てきた感じがするんだけど。わかんない、私なんでだろう。なんか、あ、わかんない、私わかんないです。誰か繋がってんのかな。そう、多分そうだと思います。いや、でも喜んでいただけてありがたい。いや、まだ続いてんの。12月までやります。はい。でもすごい最近はちょっと動けるようになってきて、なんか、なんでしょうね、
結構ハードな振り付けばっかなんですけど、うん、最終的にはもうベロ、もうこんななってて、ベロ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 じゃちょっと違う、これ最終的に酒飲んでる話だろ、なんでない、なんでない、違う違う違う、ヘベレケじゃないか、なんつうもうもうダラダラになってるんですけど、最近はもう終わったらスッとなって、あ、じゃあもうちょっとご飯行こうよみたいな、すごい元気になってきて、やっぱこう普段からこう動かすようになるとちょっと免疫ができるみたいな、体力ついてんだろうね、つきました ね、 ね、最近、いやそれは良かったよ、はい、じゃあ痩せたりしたの、でもね春ツアーよりは多分痩せてると思うんですけど、あ、そう、でもね分かんない、自分じゃ分かんないですよ、 あれでもあれなんだね、コンサートとかなんかお約束みたいなのやっぱあんだね、何がですか、なんか安田圭ちゃんがさ、はいはいはい、なんかこう投げキッスをすると、はいはい、客全員でうえーって言う何あのお約束あれはさ、いいの、あの安田圭ちゃん的には、ね、じゃああれは誰が作ったかっていうと、ああトンネルズのタカさんなんですよ、あ、そうなんだ、はい、あの歌番っていう番組で圭ちゃんがウインクとかそのするとなんか石像になったりとかする CG がこうあったりとか、 あとまあ上とかっつってなんかいろんなもんがこう CG で出てきたりとか、それつながりでなんかまあモーニング娘。の中でもなんかこうずっと伝統としてこう受け継がれてて、あ、いや俺全然知らなかったからさ、はい、あ、そうですか、急に会場中がうえーって、え、安田圭こんなに嫌われてんの、違う違う違うあれはもうギャグです、あ、ギャグでね、恒例でやってんだ、そうなんですよ、いや素晴らしかった、圭ちゃんはでも本当面白くて、うん、でもっとね、私はね、地上波でね、圭、うん、ちゃんが開花してほしいなって思う、あの応援キャラを、あー、まあ、地上波じゃ無理じゃないですか、ダメ、だってあんまり需要がない、歌番めっちゃ面白かったですよ、ダメ、じゃあ、また呼びましょうよ、この番組、お、地上波じゃないですけど、ちょっと時期的に大丈夫、呼べる何時期的に呼べるって、いや呼べるかなと思う、呼べるでしょう、本当、なんで時期的にって、いやほら回数的なさ、え、回数、え、ここでもうバラしちゃうの、次が最終回やってバラしちゃうこれなんとなく最後に発表するのかなと思ったんだけど、あ、そっか、そうだよ、いやじゃあない、なし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 、だから無理だよもうだって終わるんだもん、あ、でもほらみんな知ってるで、知ってたって、ほら知ってたんだ、知ってる人いるよ、ほら、いやもう知らなかった人いる、嘘、知ってたけど笑い、うん、終わるんですよね、うん、ぬるっと発表しただそう、こういうのってさ、やっぱダーンとさ発表したいじゃないなんかさ、この番組っぽいよね、ぬるっと発表した、そうか、まあ最初から全12回って言ってるからか、そうなの、まあ、なんとなく分かってるってことだね、あ、でももうショック受けてる人もいらっしゃる、すいませんね、マジかーって、いや知らない人はそうですよ、そうか、ごめん、もうちょっと早めに言っちゃった、言いたくて、はい、そっかそっか、じゃあちょっと今日も盛り上がっていきましょう、ね、最終回前ということで、はい、いきましょうか、前夜祭みたいな感じですね、あんまりしんみりしないようにね楽しくやろうよ、そうですね、はい、うん、じゃあいきましょう、今夜やることなんですけども、うん、こちら、お弁当神経衰弱、よいしょ、今回はちょっとまともな匂いがします、ね、これまともですよ、やっぱり夕方ですから、うん、あ、そうですね、ああ、やっぱお食事時にね、うん、この前みたいになんか足の匂いがどうかやっちゃうとやっぱりね、皆さん、まあでもよくよく考えたらどうせ終わるんだから、もっとひどい企画にしておけばよかった、嫌だよ、はい、いいじゃない、お弁当、これはどういうルールになってるんですか、これは、はい、これから登場する、うん、まあ数名の皆さんがですね、やぐっちゃんのためにお弁当を作ってきてくれたんですよ、はい、でそのお弁当を実際どの人が作ってきたかというのをただ当てるという、うん、まあ弁当衰弱と、いやこれは普通じゃないないうものでございます、いやこれ絶対嫌な予感がする、さあというわけで、ではやだやだちょっと何あれちょっとカメラさん撮ってあげてくださいちょっと待って、ね、このアナログなドライアイスの見せ方何やってるんですか、ちょっとずつこぼして、何ちょっとずつ、あらなんな、あ、お弁当をきれいに取ろうと、取るためにちょっと待って、この映像じゃないです、ちゃんとこれからやりますから、はい、では
お弁当をご紹介します。まずは、はい、A のお弁当です。お、はい、こちらですね。ご飯を牛肉で巻き、ね、寒そうなんだ。醤油ベースの特製タレで煮込んだ肉おにぎり。あ、美味しそうじゃないですか。その味はまさに絶品。ほうほう。ほうれん草のごま和え、丁寧に巻かれた卵焼きにシェフのこだわりを感じるお弁当です。あ、いいじゃないですか。はい、ね、これ煙いる？これなんかさ、少しでも豪華に見せようとしてる。じゃあなんかさ、涼しくってさ、冷めちゃいそうじゃん、お弁当が。いや、そんな冷たくないけど。本当、ね、なるほど、OK です。あの、やっぱ回す角度が、あの速度がちょうどいいですよ。笠井さんのあのゆっくりしたこの本当だ。だってさ、これさ、うん、もうちょっと早く回した方でやってみる。ちょっと早く回して。ほら、こうするだけでなんかちょっと美味しくなさそうじゃん。あー、そうね。やっぱ一番美味しい速度ってのが、なるほど、上手な速度でやってくれてるわけです、ね、でただいま今あの、うん、ドライアイスの煙の方が切れました。ええ、今無理やり押し出そうとし て, 押し出そうとしてます。もういいですってそれ、はい、じゃあ、はい、続いてのお弁当のご紹介いきましょう。はい、お願いします。はい、次は、はい、じゃあ弁当乗せ替えてください。結構まともだったよ。いや、まともですよ。いや、私は信じてないですからね。なんで？私この番組は信じないことにしてるんです。あんまりでもそういう期待をすると今日はちょっと違いますよ。あの、皆さん本当にマジで作ってくれました。はい。虫は？虫、虫は大丈夫？ないです。ない。はい。さあ、続いてドライアイス多いわ。なんだ、ヒットスタジオかこれ。あ、美味しそうだよ。続いて B のお弁当。うん。たかがサンドイッチされど、その味は奥深い、うん、トマト、レタス、ベーコンの BLT コンビネーション、うん、シンプルな見た目とは裏腹に、卵やシーチキンサンドにはオリジナルソースの隠し味を加えた究極のサンドイッチです。何、オリジナルソースって何だろう。そう、何なんでしょうね。え、虫系じゃない？だから今日そっちの方に持ってくと、うん、あの特にそういうオチないから。本当にないの？みんな真面目に作ってくれたから。嘘でしょ。はい、どんだけ疑うんだよ。じゃあいいよ、誰か虫持ってこい。やだやだ、いいいい、この女虫が食いてたってよ。違うの、本当に自分ですげえ売ってんだもんなって。違うんだって。虫出てくじゃないの、虫出てくじゃないの。この番組そうしたんだよ、私のことを。はい、さあ、はい、では、3つ目 C のお弁当をご紹介したいと思います。まずは、ドライアイスに今水をつけた人。もういいですって。じゃないとあの煙がね減っちゃうんで。あ、そう、そう、はい、必要あれ。ちょっと今回煙、うん、あの大盤振る舞いでお願いしていいですか。ちょっと多めで。はい、ありがとうございます。大盤振る舞い、はい。さあ、続いて C のお弁当。何これ。じっくり漬け込んだ牛タンに韓国海苔を巻いた韓国風ご飯。あれ、美味しそう。控えめに置かれた野菜はなんと産地直送、焼きそばに具がないのも気にならない味で勝負のお弁当です。美味しそう。どうですか、タン塩大好き。タン塩、うん、これなかなか凝ってますよね。ね、うん、さあ、美味しそうだよ。じゃあ続いての、お弁当行きましょうか。次、いいよ、今んとこいいよ、すごくいいよ。いや、今日は本当にどれもいいです。僕まだ見てないですけど、ここの紹介を読む限りは。でも、だから逆に難しいかもしれない。さあ、というわけで続いてのお弁当をご紹介しましょう。はい。ついに矢口真里のキャラ弁登場。美しい髪は面まで表現。怖い。可愛らしい唇はハムの切れ端。矢口ちゃんの喜ぶ顔を思いながら創意工夫して作られた矢口真里弁当です。あ、そう、嬉しいけどね。どうですか、自分の顔をお弁当にしてもらったことありますか。ない、ない。ちょっと嬉しいよ、これは。なかなかの目の部分とか大変だったと思うよ、うん、細かい作業でね。そうだね。はい、なんかでもすごいね、なんかメンマが髪の毛だこれ。え、待って、これご飯何、これはシラスが入ってんのかね。シラスご飯。うん、あー、びっくりした。はい、虫じゃねえよ。無理やりそっちに持っていこうとすんなよ。違うんだって、本当に怖いんだって。こっちの気持ちにもなってよ。はい、さあ、じゃあ続いての
はい、これは最後のお弁当になりますね。よし、5つ目最後頼むよ。どうでしょうか準備の方。わっ何あれすごい、どうなってんだこれは。え何これ、果たして笠井さんあれどうやって回すのかっていうあれ回せるんでしょうか。さあでも紹介したら多分回り始めるんでしょうね。すごい何これ、ではご紹介します。うん、シェフが作ったお弁当はなんと7品でございます。タコのトマトソースに全然回んねえ、エビとひじきの炒め物、アジ、ごぼう、レンコンの揚げ物に、殻付きの貝、うん、さらにご飯はピーナッツご飯という贅沢弁当でございます。すごいねこれ、お母さんじゃん。これはすごいですね。これお母さんが作ってるでしょ。いやもうお母さんレベルじゃない、もう町内会の集まりみたいな感じはい、なるほど。さあというわけで以上のお弁当が、全部美味しそうだったよ。でどれも美味しそうでしょ、うん、みんな真面目に作ってもらいましたから。真面目に作ってる。どうしたの、やっぱ夕方だから、うん、ね、夕方だからこんなに真面目なの、うん、夕方だからこんな真面目なの。いや別に分かんない。そう、今までとちょっとテイストが違うの。だってほらヤグッチは本当にテンション落ちるじゃん。いやそうだよ本当に、うん、だから今回は真面目に。だから大体ほらこういう時はふざけてきてさ、うん、なんかうんこ飯みたいなのとか用意するけど今日はそういうのなしにしようってことでした。マジで、うん、やった。はい、さあというわけでじゃあ以上のお弁当もう一度改めて見てみましょうか。わーい嬉しい。お腹は空いてますか。空いてます。はい、どうする。さあというわけでこれを今からもう食べるんでしたっけ。じゃあ試食タイムの方に、あもう行かせていただきましょう。あそう、まずはじゃあ A の方から行っていただいていいですか。美味しそうだ全部。じゃあそうだね本当に。え、春尾さん食べないの。まあ別に俺は食べてもいいけど基本的にはヤグッちゃんが、そうなんだ、当てるやつですから。すごい、俺さっきココイチ行っちゃったんだよな。あら私もね、唐揚げくんを食べたんですよさっきローソン。この肉巻きか、じゃあ食べていいですか。それ中ちょっと見せてあげてください。どうなってるんですかその。すごい肉巻き、それはご飯が巻かれてる。巻かれてるみたい。これなんか女の子っぽいね。そうだね。いいですか食べて。どうぞどうぞ。これはなかなか凝ってるよね肉巻きなんて。今流行ってるね。あんまり自分の家でやろうとしないもんね。うん、うまい。おいしい。普通に肉巻きだよ。ちょっとせっかくだから卵の方も。肉巻き美味しい。卵も。あ、甘いね。甘い卵焼き。ごまえも。え、なんか嬉しい。私、お弁当作ってもらうなんてお母さん以外ないもん。あ、うまい。ね。普通にうまい。あ、ごまえ超美味しい。これ。この人料理やってるよ。うん。だって卵焼きめっちゃ美味しいもん。うまい。うん。これ食べて、これめっちゃ美味しい。これうちのお母さんの卵焼きだよ。嘘。やべけ、うちの母ちゃん来てるかもしれない。来てんの？いや、味付けが。これでもさ、女の子っぽくないですか？うん。すごいね、ちゃんと繊細に作ってる。いや、俺もね、こう肉巻き食べた時から思ったけどね、うん、うちの母ちゃんの味付けに似てるの。似てる。うん。じゃあいいじゃない。料理上手の人だね。そう。じゃあ、B も食べていいの？どうぞどうぞ。B はじゃあ、サンドイッチ。まあシンプルなサンドイッチに見えますけど一応ポイントとしてはなんかオリジナルのソースを使ってるとどれだろう、いうことがありましたからね。どれに使ってるの、これ。どれにオリジナルソースを使ってるかを。どれにも使ってるのかな。卵、卵、じゃあ卵いただきます。はい、うん、どう。あ、おいしい。うん、うまいよ。うまい。あ、これマジでうまいやつだよ。マジでうまい。え、これ本当に自分で作ったの？何が違うんだろう。これあれだもん、新幹線のサンドイッチと同じ味するもん。え？
買ってきたの。そうそう、売ってるのと一緒ぐらい。一緒。美味しいね、後味がすごい。このね、なんだろうね、この卵の黄身のホワット感というか、うんうんうん、そういうのが実によくできてる。これ美味しい、すごく美味しい。ちょっとお腹いっぱいなんじゃないこれね。そうなんだよね。よし、じゃあ牛タン弁当。はい、いいの巻いていい。ヤグちゃん牛タン好きだってことか。大好きなの。韓国海苔を敷いてあるんですって。あ、その下の海苔が。これでもなんか男の人っぽい。そうね、うん、卵焼きの感じとか。ん、あ、なんか味付けは何だろう、味噌っぽい。あ、うまい。タンは結構冷えると全然美味しい。あ、そう。うん、え、めっちゃ美味しいけど。なんこれ、今日何なの。何幸せが怖いの。おかしいってこと。こんな幸せなはずがないってこと。うまいもん、全部うまい。味噌だれっぽくない。あ、そうだね、うん、なんか普通のタンとはちょっと違う味付け。うん、うんうんうん、味噌っぽい。あ、なんかね、軽くカニ味噌っぽい。え、マジで、まあ、カニ味噌なのかな。なんか隠し味あるよね、絶対ね、うん、え、このなんか、この付け合わせもこれがなんかこだわりつけてね。いや、まあこだわりでもないでしょ。でもうん、普通、これは普通。こういうさ、何、ちょこっとの焼きそばを作れるっていう、うんうん、この繊細さはちょっとヒントだと思うんですよ。なるほど。焼きそば作っちゃったら結構量って大きくなっちゃうじゃん、うん、だからそれが大半を占めちゃったりするんだけど。あ、本当だ。ちょっとしか使ってないっていうのは。でも男の人は卵はちょっとさっきのやつと味比べてくださいよ。さっきのと、うん、さっき甘かった。さっき A もありましたけど。あ、これもっと甘い。すごい。うん、これね、ちょっと甘すぎるね。デザートぐらい甘い。俺この卵嫌い。ダメだって、正直言ったら。甘すぎない。ちょっと甘い、ね、これはね、あの、そんなに料理してない人だと思う。でもタンは美味しかったよ。タンはうまいね、確かにね。さあ、そしてキャラ弁。これなんかでも嬉しいね。でもさ、私その人から見たらこういう顔に見えてるってこと。いや、もう大体そんな感じだよ。いや、なんかさ、自分の中ではちょっとさ、やっぱ目が少し大きいだろうなと思ってたの。すごいちっちゃい。そんな感じ、そんな感じ。いや、いいんだよ。人から実際と髪の毛の色もメンマっぽいしさ。それ何、美容院とかで何色しますかっつってメンマ色って言ってる。言ってないよ。ミルクティーとか。え、でもちゃんとなんか色をそうやって例えるの。よ、ミルクティーとかあります。え、髪の毛ミルクティーにしてくださいって言うの。モカ色とかありますよ。あ、そんな言い方するんだ。そう、あるある。茶色くしてくださいじゃないんだ、ミルクティーにしてくださいって。今はね、もっとね、どうぞ。そしたらお待たせしたミルクティーですって言われたら。違うよ、髪の色は。へぇ、知らなかったわ。え、これさ、どうしよう、どこ食べたらいいの。まあせっかくだからメンマ行ってください。ね、メンマはメンマでしょ。せっかくだから。メンマはメンマでしょ。まあでも味の差が出るさ、そのご飯の部分じゃない、しらすなのかな。あ、ごめんね。あ、目が、うん、あ、味ないね、ちょっと。あ、これは男の子だわ。嘘。いや、私でも好きな人にこんなことされたらちょっとやばいね。まあね、嬉しいね。そりゃそうだわ。でもまあ好きじゃない人だからね、今日作ってた。ねえ、これなんだろう。あ、出た、卵焼き。本日3つ目。これ卵焼き。うん。うん、味がない。全体的に味がない。本当だ。ねえ、ご飯食べてみて、ご飯。もう、卵もご飯もほぼ同じ味。まあでもデザイン重視だからね、多分。この人は料理してないね。してないね、これは多分してないね。D、うん、もうか、悲しいね、この顔が欠けてく様。でさ、キャラ弁っていうか、その、私人だからね。この辺とかが悲しい、ね、悲しい、ここ、ボッコーって殴られた。さあ、そしていよいよこれがね、7品作ってきてくれた。おいしそう。
まあでも味の差が出るのはここの辺ですか。このタコの、これタコ？いただきます。タコだ。はい、これはタコのトマトソース。めっちゃうまい。あ、そう。うまっ。うん。冷めててこんな美味しいんだ。なんか入ってた。汚い。なんか入ってた。なんか辛。うまい。これは？これ何？これ。これはね、揚げ物みたいな。アジ、ごぼう、レンコンの揚げ物。あ、すごい。ね、ほらお魚の。すごいフライだ。でこのさ、一個ずつにさ、このレモンのスライス挟んでるってのがまたいいよね。うん、おしゃれ。だからもうこれで味わえ、もうレモンの。うん、あのね、レモンの味がついてるからすごく美味しい。あー、運動会、運動会。あー、うまい。おいしい。やっぱレモンの風味がね、うん、効いてるよね。ちょっと残させてもらうわ、お腹いっぱいになっちゃう。普通に食べちゃうか。これさ、大丈夫なのかな。これサザエだよ。うん。焼いてんのかな、これ。生ってことないでしょ。ね、全部美味しいよ。サザエ、これ大丈夫か、本当に。私はいい。私はビビってるでしょ。違うの、私食べれないですよ。え、サザエ？あの下のこのプルプルプルっていうとこが。うん、うまい。ていうかさ、うん、弁当にサザエってなんだよ。すごいね。あれなんかも、ほら、海の近くに住んでらっしゃるとか、あ、こう土地柄みたいなのやっぱ出るでしょ、多分。これさ、自分の母ちゃんがさ、あの運動会とかに持ってきたら恥ずかしいよね。え、なんで？恥ずかしくない？え、私は嬉しいけど。いや、俺こういうの、こういう弁当を持たされるのがすごい恥ずかしかった、なんか。そうなのかな。母ちゃんが張り切ってさ、運動会の時にさ、うん、あのね、お重とか持ってくるとなんか恥ずかしい。うちお重だった。何張り切ってんのって思っちゃう。いいじゃん、愛情じゃないですか、これは。あ、まあ運動会の時はいいけど、じゃあ遠足の時とかきつくない？まあ、俺なんかさ、味噌汁がちょっと入るみたいなさ、こんなでっかいやつ持たされてさ、恥ずかしかったんだよ。でもごっついやつ、まあ、まあまあ、その小学校の時はちょっと恥ずかしいかもしれないけど、うん、でもやっぱこう今考えるとさ、やっぱりすごい愛情感じますよね、こういうお弁当は。いや、そりゃそうですよ。でも全部美味しかった。うん、美味しかったでしょ。美味しかった。さあ、まあ今日はこれ食べるだけじゃありませんから。マジ？これを果たして誰が作ってくれたのかというのを今から当てたいと思います。わ、はい、かりました。というわけで、これを作ってくれた、皆さん、はい、こちらへどうぞ。よろしくお願いします。さあ、じゃあ改めて自己紹介を皆さん。はい、どうも。僕らは、ブラックパイナー SS と申します。よろしくお願いします。はい、なになに、太田プロの僕の後輩です。はい、あら、はい、お願いします。まあ、あの、若手ですからね。イケメン。ただ若手って言ってますけど、芸歴何年でしたっけ。16年目です。先輩16年目です。若手です。全然売れません。おかしいです。すごい。さあ、そして、はい、今回妹に美味しい弁当を食べて全国から帰ってまいりました、はい、物入りデカ子の増田圭司でございます。詳しくはこちら絶賛発売中100人カメラマンリンクにご覧ください。はい、あの、知らない人も多分本当にいらっしゃるけど、そう、知らない人が見たら何だろう、うん、なんか前髪変な人が来たなみたいな。随分揃えちゃったなって感じ、ね、あー、物入りさん散髪したんですか。はい、散髪します、この日のために。ああ、ありがとうございます。スーツもね、ほら、あの時の、あ、そうだ、まんまで雰囲気で来てくれましたけど、その時のままです。ああ、ありがとうございます。気持ちもその時のまま。物入りさんも作ったんですか、弁当。はい、作りました。あ、そうですか。どうですか、最近仕事の方は。ガラキです。え、ガラキでか。ガラキでか。改めガラキでか。大変だな、基盤ばっかりで。さあ、そして、はい、どうもおなじみ、ラブ40クロワッサンです。マネッサです。よろしくお願いします。まあ、この番組では、はい、ね、おなじみのメンバーで、まあ、いいはバネッサです。まだ分かんないです。絶対そうでしょ。まだ分かんないです。だってもうお母さん
さんっていう印象だった出てきた瞬間に思ったもんね、バネッサだろうすごいよね、ほんとそれがすごい、はい、さあ、ということでじゃあ皆さんお座りください。はい、これからですね、はい、1人ずつあのいろいろお話を聞いて、まあ、その人のなんかこう癖を見抜いてですね、うん、はいはい、でまあ、どのお弁当作ったのか矢口に当ててもらおうと。わかりました。はい、さあでは1番の方どうぞ。はい、どうもお願いします。山野さん。はい、山野でございます。お願いします。はい、山野さん普段お料理されるんですか。はい、僕はあの居酒屋さんで、今もバイトしてまして、まあ、今日も入ってるんですけども。え、この後も、この後も入ってるんで、あんまり押しすぎないようにしてもらいたいんですけど。あのね、はい、お忙しい中、はい、いや、あの本当にね、はい、すごい某有名なチェーン店の、はいはい、の厨房をやってんだっけ。厨房ですね。すごい。で夜中なんかもう一人でやってんだって、はい、一人で。だからもうサラダだろうが焼きそばだろうが全部一人で、おお、焼き鳥焼きながら唐揚げやりながらみたいな。すごい、はい。じゃあ自分のお家でもやるんですか。家ではあんまやんないですけど、何せバイトが結構忙しいもんで、結構なペースではやっぱ作ってますね。やっぱでもお笑いとバイトの両立は難しいですか。そうですね。嘘つけ暇だろうが、ね、ただ本当もバイト大活躍で、店長にはあのどこにヘルプン出しても恥ずかしくないって言われて。おーすごい。他の店行くと山野さん来たみたいな、お使える、今日回るぜみたいな。ヒーローだ、ヒーロー。じゃあ結構時給の方はよろしい感じですか。一旦あの店長と衝突しまして、あら、半年前に1回辞めたらあの時給がリセットされまして。え、はい、それまでは良かった。なんでそれ店長と揉めちゃったの。うん、九州から来た店長がいまして、うんうん、東京に負けたくないっていう力がすごいんですよ。うん、だ東京のものに対しての言い方がもう九州弁ですごくて、うん、俺ちょっともうお笑いとの両立無理だなと思って、はい、それですごいリアルなやつ。自分の仕事ができないと思って辞めたわけだ。自分から自分からやめました。だって超怖いです。だってちょっとしたミスとかあるんですよ。あのだから焼き鳥の向きが逆とかそれぐらいで冷蔵庫とかを殴るんですよ。うわ怖い、すごい怖い。じゃなくて冷蔵庫を殴ったりするんで、あ、これ俺に当たってんだなって。ああなるほどね、はい。それででも辞めた後にもうなんでもう一回そこで働くの。あのその店長がみんなに嫌われだして休憩になったんだやっぱバイトみんなに嫌われると店回らないですよ。あ、なるほど、はい。九州帰って、で、それで、はい、その連絡来たわけ。はい、他のバイトから、まあ、あの店長九州帰ったからっていう。帰ってきてくださいよ。山野さん帰ってこないと店回らないですよって、はい、すごいな。え、もうお笑いやめちゃえそんなに向いてるんだったら。確かにすごい。実際でもその居酒屋のちょっと厨房のイメージってちょっとわからないんだけど、どれぐらいの段階から料理するわけ。後半僕一人なんですけど、全部を初めからは作るのは一人ださすがに回らないんで、はいはい、例えばなんだろうな、ちょっとした仕込みみたいなのはしてくれてるんですよ。だから唐揚げ粉につけておいてくれたりとか、うん、でちょっとでもでも唐揚げっていうのは分かんないけど、その本社からこうもうほぼ出来上がってるみたいなのが来て温めるとかっていうレベルじゃないんですか。違います、ちょっと肉が送られてきて自分たちで唐揚げ粉に混ぜてつけて、あの小分けっていう5個ずつに分けたりして、うんうんうん、だから僕はそのつけてあるのを袋からこう出すだけで。あー、なるほど。はい、じゃあそれなりに料理もするってわけだ。結構今回頑張りましたね。だからカラオケ屋さんとかでちゃちゃっと温めるものとはちょっと違うっていうことだから、はいはいはい、それなりに凝ったものを作ってる。ちゃんと下ごしらえとかもできると、はい、今回ちょっと言える範囲で、はい、あのお弁当の こだわりみたいに言えますか。僕はあのお弁当はやっぱふざけたくないんですよ、うん、昔中学校の時僕お弁当だったんですけど、親が作ってくれたんですけど、うん、すんごい汚い弁当を毎日持ってされてて、もう苦痛で苦痛で隠しながら食べてたんですよ。あ、恥ずかしくて。そうだから、まあ、もちろん味もそうなんですけど、見た目も味もいい弁当を作ろうっていうのを気をつけましたね。見た目と味でいい、はい、A だな。あ、A はね、なかなか確かに味美味しかったしね。皆さんもね、はい、結構 A っていう人多い。あ、はい、うん、綺麗だし、うん、やっぱこう下ごしらえうん、知ってる人の味付けっていうか、うん、卵とかもねすごい繊細な甘さっていうか、はいはいはい、うん、今彼女はいるんですか。なんていう質問ですか。いいじゃないですか。何隠してんの。何タレントぶっちゃいけないんですか。お前全然売れてねえくせに。いいじゃん普通に。かっこ悪い。隠してない。かっこ悪い。全然言ってもいいです。芸能人ぶってるか。芸能人ぶってるからこんなにバイトしてるって言わない。だってさ今の見た。俺彼女いるんです。
たら、なんで聞いてるんですか。話の流れ関係なかったなと思って、流れ。いやいや、そしたらこの彼女に料理とか作ってあげるのとか聞こうと思ったよ。なるほど。何聞いてるんですかって言って。いや、全然言えますけど。あ、ちょっとじゃあ、発表してもらって。僕、ブラックパイの SS 山本、実は、彼女がいません。ですね、皆さん、番組の皆さん、安心です。どうでもいいよ。見て、何のコメントも見るか。一応なんかあるでしょ。そうなんだ。あ、そう。じゃあ女の子に、まあ、過去彼女いた時料理作ったりとかそういうこともない、はい、弁当作ること自体が本当下手したら初めてぐらい。料理はよく作ってますけど、弁当は。でもそうですよね、はい、彼女行っても弁当ってあんま作らないんじゃないですか。あんま作る機会ないかな、うんうん、やだ、私初めて食べちゃった人。あ、そうだね、うん、あ、そうですね、すいません、なんか、はい、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ続いての方いきましょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今の段階で一応仮でやるんですか。じゃなくて、後ほど。これ見ながら、こんな弁当だったねって。すげえ普通に話してるんだ。なんだあのおじさん、すごい普通に報道してるんですよ。普通にさ、収録っぽい感じでさ、後で編集つまめばいいやみたいな感じでさ、今絶対忘れてたもん。忘れてた、すごい生だっていうこと。そうじゃなくて。はい、じゃあこれは後ほど使うってことですね。はいはい、はい、さあ、じゃあ続いての方どうぞ、はい、どうもブラックパイナー SS の内藤です。はい、はい、内藤さん、はい、さあ、というわけで、はい、内藤は料理とかできるの。僕、まあ一応昔なんですけど、うん、あの親戚がフランス料理屋をやってまして、うん、そこで3年半ぐらいバイトしたんで。おお、だから相当その腕とかは見てますね、その作り方とか。僕やってたのは基本サラダとか、そのメインはやってないんですけど、うん、そのやり方とかは相当見てましたね。作り方、3年間なんて相当じゃない。いや、相当ですよ。そうですね、じゃあそこ料理はそんなにやってない。料理自体、僕自体はそんなにしてないですけど、でやり方はよう思い出せばいいんで。でも、ってことはですよ、和食じゃないですよね。あー、まあ今のね、話からするとね。でしょ。日頃から料理はするの。いいじゃない。日頃からはそんなにしないです。しない、はい、しないってよ。しない。となるとやっぱ B とか B っぽいな。私だってサラダとかって言ったでしょ、うん、ああ、なるほどね。まあサラダ以外いっぱいありますよ。あれ、なんで焦ってるんですか。いや、焦ってないですよ。全然焦ってない。全然焦ってないです。内藤君はね、あの、焦るとすぐ顔に出ちゃう。それはもう絶対言わない方がいい。致命傷なの、これ。本当に。あ、そうなんですか、うん、じゃあ、だから芸人としては致命傷なの。そのエピソードとかってない時のテンパリをすごいからみたいになるから。ダメです、本当にもう顔合わせらんないです。ブラックパイナーは2人ともね、すぐ上がっちゃうから。ブラックパイナーはそれ、それは言わなくて。ママ良かったでしょ。それは言わなくて。え、お二人はおいくつなんですか。今年2です、32歳、はい、32歳、2人とも、はいはい、2人とも32歳。だって俺16の時から知ってんだわ。ああ、一回も売れねえんだよ。いいね。あ、一回売れかけたんで、実はちょこちょこ頑張って。あの、ボキャブラ天国っていうの、ね、見てましたよ。出てたじゃん。で、一応出てたんですけど、深夜、はい、え、で深夜の終わりぐらいのところで、そろそろ終わるかなっていうところで、まあ、僕はとどめさせた。はい、はい、いや、刺してました。刺して、わからない。そこまで影響なかったかもしれない。はい、でもそこで何回か出て、まあ、そこそこハマってた。うーん、え、32歳にしてはね。あれ、ナイトは今バイトやってんの。バイトじゃない、やってないです。あ、やってないんだ。何やってる。どうやって、でも生計立ててるの。まあ、まあ、僕のお兄ちゃん自体が、まあ、お金も。あ、そうだ。え、兄ちゃんがものすごい IT 関係の社長で、兄ちゃんは、はい、あの、日本にブログを一応持ってきた人。ブログ文化をだよ、はい、もう IT 社長の20代で一部上場したっていうのがホリエモンの次。うわ、すごい金持ってんだ。だからすごい、もう年商何百億とかじゃん。ちょっと分かんないですけど、その額は。マジですか。だからブログやられてる方はちょっとでも僕のことを尊敬してほしい。いや、本当にそう思いますよ。いや、お兄ちゃん、お兄ちゃんでしょ。いや、兄ちゃんですけど、だからちょっと、いや、音は、こいつ全然ブログ更新してないよ。2年間はしてないんですけど、そ、2年始的にちょっとあるんで。いや、ぐっちゃん相当ブログやってるから、ね、一応お礼と言っておいてください。いや、お兄ちゃんじゃない。いや、お礼一応言っておいてください。ありがとうございます。まあいいよ。全然弟じゃないですか。いやいや、さ、兄ちゃんが稼いでるから弟バイトしないって最低じゃないですか。いやいや、別にそういうわけじゃないですけど、まあ僕実家なんで、
えー、じゃあもうそんなこう、はい、泥水すすってみたいな感じはない？いやいや全然そうですよ。いや実際もうそんなにお金ももらってない。ああ一人暮らしじゃなくて実家なんで。あ実家か、はい、そっか。じゃあもう結構いいお家に住まれてるんじゃないですか？全然なんですよ。えほらみんななんかお兄ちゃんお金持ちでもいいじゃねえかみたいなこと言うんですけど、はいはい、全然ノータッチで、うん、うちの親父なんて去年定年したんですけど、うん、仕事なくなっちゃってどうしようかなっつって、うん、今朝4時ぐらいに起きて学校女子大とかに行って、うん、始まる前に掃除してますよ。え2時間30分。お父さん、はい、あお兄ちゃんの援助はないんだ。そうなんですよ。だからちょっとそこはちょっと兄ちゃんなんとかしてくれればなって思って。最低の兄貴だな。そうなんですよ。だって何十億ってもう多分貯金あるでしょう。あるとは思うんですよ。なのに親父一生懸命朝早く起きて2時間働いて帰ってきますからね、10時ぐらいまで。そう。でもさ、お前はさ、その人に養ってもらってるお前こそ最低じゃねえか。そうなると俺が一番最低になっちゃいますから。本当だよ、なんだお前。そう、だから内藤さんが頑張って稼いで、はい、お父さんを楽にさせるのが一番いいじゃないですか。まあ、まあ、それは一番理想ですよね。そうですよね。お父さんはね、なんかカタカナが苦手なんだよね。はい。変わったお父さんで。カタカナが読めないんですよね、全く。カタカナが。カタカナが読めない。読めないんですよ。知ってるのはいいんですけど、こういう例えばブラックパイなんか字を見ちゃダメなんですよ。うん、例えば、伊藤洋華堂とかを、うん、伊藤華堂洋とか、微妙な間違いをするんで、伝わってはくるんですけど、うん、間違ってるよっていうのが結構多いんですよ。あ、そうですか。はい。でも、お父さん、働いてるのが好きっていうのとかもありますからね。そうだ、これの一番いい話が、実は夕方に向いてなかった。そうなんですよ、ちょっと。できない話が。ああ。ごめんなさい。ごめんな、俺の振りが間違えた。じゃあ戻ってもらっていいですか。いいですか、もう弁当のあれは。そうだ、ちょっともうちょっとヒントもらいましょうよ。彼女さんは。あ、いますね。はい、いらっしゃる、はい。おー、すぐ答えますね。さっきの勉強しなかったよね。まあまあまあ。はい、います。ね、芸人の彼女と付き合ってんの。はい、え、え？こう、有名の子、有名。あ、全然全然。そうですけど。やったー。事務所恋愛。可愛い彼女だよ。事務所な内恋愛。そうそうそう、合同コントで、まあまあ、彼氏彼女役やったら、カップル役やったら、いつの間に本当に付き合っちゃった、はい、何そのドラマみたいなのだからすごい、分かるんですよ、気持ちは。あ、そういうことなんだな。うるせえよ、ねえよ、合同コント、はい、どうなの、その芸人の彼女と付き合うとさ、はい、一緒に例えばライブに出たりするわけでしょ。あ、まあたまにありますけど。そういう時にさ、はい、あ、お互いのネタとか見に行くの？あ、でも見ます、そのやる前に見たりします。え、ライブネタをネタどんな感じなのみたいな、こうどうみたいな。おう、で、あ、こうした方がいいんじゃないみたいなのはあります。え、それは何、内藤アドバイスもらってるってこと？いや、僕じゃねえ、僕じゃないです。だから、アドバイスしてるの？してるっていう。え、売れてないのにそこいいじゃないですか、別に売れてる売れてない関係なく言い方、こうした方が面白いんじゃないかなみたいなのは。でさ、それで実際に、例えばライブでさ、それこそさ、そのうち勝負とかするようになるわけでしょ。まあまあまあ。それはないの、そのアンケートとライブだったらアンケート取るの、第何位、はい、第1位とかいろいろあるんだけど、はい、そこにはまだ勝負はしてないの、はい、そんなにガッツリないですね。そんなに出たり出なかったよ。へえ。もうその彼女さんとのことは世間的にはもう出てらっしゃるんですか？いや、こういう、まあ、世間的、世間に、まあ、世間がまず見に来てないから。いやでもほら、ライブ見に来てる人はそわそわしちゃうでしょ。まあね。あれ、この人とこの人みたいな、うん、私そういう目で見ちゃうから俺もでも昔さ、あの女芸人と付き合ってたからさ、あれだけど、一緒に俺は結構ライブとか出てたから、うん、すごい、いろんなプレッシャーがあった。なんか、あー、やっぱお互いライバル同士みたいな。いや、っていうかその彼女を滑らしちゃいけないみたいな。だからエンディングとかやけに振っちゃうみたいな、うん、バレちゃうね。そういうのがあったね。え、彼女さんにはお弁当は作られるんですか？はい、いや、お弁当は作んないですね。え、お料理は？料理も、まあ、しろって言われたりしますけど。あ、そうですか。自分からしないですね。これやっぱ、もう、B が相当濃厚じゃないかな。濃厚ですね。いや、そんなことないですよ。いろんな選択肢が。なんで焦ってるんですか？全然だって。なんで焦ってるんですか、B？ 出た、そういう病気。いやいや病気だとしたら言っちゃダメですよ。焦っちゃうよ。だとしたら言っちゃダメ。焦っちゃう病気出た。そんなのないです。だってさ、料理しない人がさ、どうにかしてこの見た目もそれなりにやろうと思ったら、うん、サンドイッチっていいラインじゃない？そうですね。俺でもすんごい作る、結構食べるんで、バーッと作っちゃうことが多いです。なんでいいに、いいに行こうとしてるんですか？いいに。俺、バーッて作っちゃうって何やろ？結構食べるんで、作るときは結構作りすぎちゃったりしますね。いろんなもの食べたいんで。
今コメントでもういいよ次って電話あ、じゃあすいませんありがとうございましたありがとうございますなるほどねさあはいよろしくお願いしますお願いしますさあ改めて自己紹介をはい、物入りでかく増田圭司でございます絶賛発売中100人カメラマン DVD よろしくお願いいたします、まあ、もう絶賛発売中じゃねえよ、うん、しかもこれも前の番組のやつじゃないですかずいぶん前だよいつまで物入りでか引っ張ってんだよそう、ちょっと辛いところなんですけど物入りさんあれですか、はい、あのお料理されるんですかしたことはないです今回のためにネットで調べてきましたネットで、はい、あ、そう、料理したことないんだ、はい、D じゃないいや、俺もなんか一瞬話聞いた時に料理したことないと思ったら D かなと思ったんだけど、うん、ネットであんなの紹介するいやでもキャラ弁って今流行ってますからキャラ弁流行ってるけど、うん、ネットを参考にしたらもうちょっとマシなやつできないこれひどくないどんなネットしかもなんかいろいろ入ってんの、うん、ウインナー、鮭、卵、ミニトマトいろいろ入ってるんだよね、うん、でもほらネットでさ意外と C とかってネットにありそうな感じしないそういうクックパッド的なところでさおなんか奥様方が発明した牛タン弁当みたいのってネットにありそうな気がしそうだけどねあと卵の作り方とかも確かに、うん、なんかこう初めて作った感は見えますよね、うん、そうだねちょっと砂糖の量が多かったもんね、うんうんうん、そんな物入りさんは普段は例えばこの役者以外の仕事だとどうやって生計立ててるんですか主にコンビニでバイトですあ、コンビニ、あ、じゃあ別に料理とかは全然しないあのコンビニでも最近ちょこっとそこで作ったりとかするところもあるけどわあ、うちのコンビニはそういうの導入しないんでどのコンビニだろうなるほどいや、それはやっぱ物入りデカですからねそれこそ万引きとか捕まえたことあるんですか、うん、下手したら万引きされたことはあります捕まえられなかったのデカ捕まえられなかったデカ取られちゃったんだ取られちゃいましたはいそっか今それはそれは彼女はいませんいないはいうーん募集中ですおいくつでしたっけ37ですあ37かじゃあそろそろね、はい、ご結婚とかいろいろ考える時期ですよねこのまま一人で死んでいくのかもしよと考えたら寂しいこと言わないでくださいそのでも役者仲間みたいなので舞台とかいっぱい立つじゃないですか、はい、そういう時に友達とかバッてできて彼女とか持ってきたりああそれ出会いは多いんですけどそうですよ、ね、まあ喧嘩して終わるみたいな喧嘩して終わるあんまりいやの演技論を戦わして衝突しちゃう結局そこまでは発展しないですね、まあ、そこまで仲良くならないなんかすごい寂しくなってる寂しい寂しいんですよ物入りさんちょっとていうか本当にさ前髪どうしたの前それ揃えすぎじゃない、うん、どういう散髪の失敗しましてなんか本当にさあの弥生時代の人みたいなそんなことないそんなことないいや俺ちょうど今弥生時代の漫画読んでるからさ出てきてたかなと思って弥生デカじゃないよね。いや違う。物入りデカです。物入りデカだよね。でもほら前回、はい、前回っていうか、まあ、このさらば物入りデカで、はい、映画でそのキスした。あ、はい。そうだ。キスシーンがあったんですよ。結構濃厚なキスシーンあったじゃないですか。はい、その方がもう一切音信不通で。あ、そう。はい、でもちょっとなんだ近づこうとはしたわけ。まあ、あの役的にもそういう役なんで、うんまあ、雰囲気的にもそう近づけようとしたんですけどシャットアウトでしたそのことね、さっきの内藤の話じゃないけど、うん、恋仲だったわけだからそうだそうだそっからリアルな恋に発展するかもしれないあったわけでしょはい、淡い期待はあったんですけど、うん、シャットアウトでした最後にあのじゃあプライベートでキスしたのっていつプライベートでああ気にならない当ててみてどれぐらいだと思うえ、私がああプライベート、これこの映画前ですよね、でもね前ですよねいやもうズバッと当てなきゃダメだよ、そんなの探って今37歳37歳ラストキス知
してない。あ、まだ。とか。キスバージン。さあ、じゃあ正解はいつです。いつですか。3年前。あれ、あれ意外と。3年前したの？ 3 年前に。それは彼女さんと。3年前に一度いたん。あ。一度いたの、それが最初の。あ、違います。2人目。おお、それなんで別れちゃった？まあ夕方では言えない事情がみんなそんなのばっかりじゃん。別れた理由がさ、夕方言えないってどういう。わかんない、わかんない。何やったの？これもう言っちゃっていいの？ちょっと一回川さんにこちょこちょっと話して。耳打ちして。そうそう、これ本当にさ、言えないような。そのさ、夕方にしか、うん、ああ、言えるって OK 出たよ。その時知らなかったんですけど、付き合ってた相手が実は人妻だったって。そんなことある？全然知らなかったんですか？いや、知らなかった。どれぐらい付き合ってたんですか？だから1週間付き合ったうちに入んねえよ。要は浮気相手ってことでしょ？そうです。あの犯罪者。まあ、いやでも向こうはそれ隠してきたわけだからさ。はい。それはね、なんでそれ別に夕方言えるじゃねえか。どんな話来んのかな。人妻だからってことでしょ？それはさ、でもさ、はい、どうして分かったの？いや、向こうがボソッと夜飲んでる時に、実は旦那いるんだけど言ってきたんだ、向こうが。もうそれ完全に切ろうとして言ってるよね、もうね。いや、それか、もう隠すのが辛くなったんじゃん。ああ。そういう線もありますよ。それはどっちからさ、近づいたの？僕です。ああ。じゃあやっぱ切ろうとしたんじゃない？まあそっちの線がちょっと強くなってきましたね。ちょっと待って。はい。何の話してんの？あれ？今日弁当当てる回だよね。そうだよ。人妻は誰だみたいじゃないの？違う。わかんないけど、でも初めて作ったお弁当、はい、でお料理もしない。しない。ネットで調べたってことですね。ネットで調べた、はい、まあそうだね。これなんとなく A と E は絶対ないでしょ。そうだね。 B も多分この味を出せるのはちょっと難しいかな。難しいね。なると C か D じゃないかと。そうですね。いうことで、はい、わ、はい、かりました。マリさん、ありがとうございました。さあ、それでは続いての方。はい、マリさんにラウン40改名してクロワさんです。よ、クロワさん。まあおなじみなクロワさんですけども、はい、そう、まあ、あんまり普段どういう生活してるのか確か知らないね。はい、あの靴が臭いっていうこと。そうですね。前回分かったぐらい。1位取りましたよ。はい、あ、そうだそうだ。今日はあの靴ではないんですよ。今日はあの靴じゃないんですけど。今日なんかちょっと新しい。あ、ちょっともう。ちょっと待って。開いちゃってるね。はい、絶対そこ開いちゃうんだね。何なんだろうね。なんでそこ開いちゃうんですか？もうこれももう2年近く履いてますね。でも2年履いてあんな風になります？ねえ。もう全部もう。歩き方。雨降ったらもうダメですね。いや、ダメでしょう、はいはい、だから相当足の裏にさ、普段負担がかかるようなさ歩き方、ギュッて止まってないって。そんなことないです。そうですか。そう、クロワッサンは料理とかって経験あるの？はい、料理は一応居酒屋でちょこっとやってまして、ただ僕はあのホールって言われるものでして、はい。じゃあ料理が入らない。そうなんですよ。作ってはない、はい、どっちだろうな。今一人暮らし？一人暮らしです。料理は自炊は？自炊してます。あ、してるんだ。自炊します。お、はい、これ相当な頻度で自炊してるかしてないかってえらい違うからね。例えば普段はどんなもの？普段ですか？だから結構ですね、大量にやっぱ作りますよね。その肉じゃがとかですね、一回一回作るのがやっぱめんどくさいじゃないですか。だからパーって作って3日間はそれ同じのを全部食べるとか。あ、これやってる人の発言で。やってますね。しかも肉じゃがって言ったらなかなかね、難しいもんでしょ、あれは。まあもう和食の本当に。そうですね。はい、定番というか。今日の弁当のポイントというか、まあ、ポイントですか？今日はですね、まあ、そのやはり矢口さんに、はい、矢口さん僕彼女と思ってですね、はい、今回作りました。私を？はい、あ、なるほど。要は喜んでもらいたいっていうのがまず第一ですよね。じゃあもう本当にデートに行った時に渡すようなお弁当。はい、そうです。うん、はい、あ、これパカッて開けて、うわー、これはっていう感じです。絶対 D じゃん。絶対 D だよ ね。うわー、これはだったわね。いやいやいや、
もうさ、クロワッサン多分正直なんだろうね。お弁当チラッチラ見ながら喋ってるからさ、目線がもう飛ぶ飛ぶ D に。そんなことはない、キャラ弁だろ。そんなことはないです。でも彼女にでしょ、うん、でも私ほら単子を好きだから、うん、C の可能性もない。その好物を入れ、そこまで調べてってこと。僕はあの結構調べます。はい、じゃあ単子を好きだったと知ってた。知ってました。じゃあ絶対 C じゃんか。いや、で嫌いも…でもどっちかじゃない。え、 C か D じゃない。だから D はほら女の子がわって開けて私の顔だったりした。だってさ、単子を好きだって情報知ってるのあって、うん、だって多分ですよ。俺でさえ付き合い長いから知らない。皆さんも知ってますよ。はい、一応皆さん知ってましたから。あ、事前にね。もう調べてきました。もうすべてを調べて。乳製品ダメっていうのは。乳製品ダメ。ああ、なるほどなるほど。チーズ好き、チーズ好き。あれ、え、チーズダメってこと。チーズ、牛乳が飲めない。乳製品ですね。チーズ好き。あと虫が好き。嫌い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 。その情報入れないでくださいね。あ、そう。そうか。ちょっと迷い始めるな。でも、D が硬いかな。そうかい。クロワッサン今バイトやってんの。バイトしたの居酒屋で、うん、まあ、ちょこっとだけなんで。それだけで やってけてんの。一応なんとか、はい。今どうなんですか、ラブフォーティーは、うん、その仕事の具合というか。仕事の具合ですか、うん、前回とあんま変わんないですよね。だってほら、例の特集を組まれたぐらいですから。あ、番組で30分間だっけ、はい、そうですね、夏ドキュメンタリーなんですよ。クロワッサンだけで。え、クロワッサンだけ。違う違う違う、そうだね、2ヶ月間。クロワッサンだけなわけないよな。すげえ地味だもんな、クロワッサンだけ。言い方がひどいんですから、もうラブフォーティーで一応2ヶ月間密着でしたよ。え、すごいじゃないですか。もう24時間ちょっと言い過ぎですけど、もう本当に朝早くから夜までですね、密着、ずっと密着です。とにかく早く売れなきゃやばいですから。え、でも結構あのね、ハルオさんがすごいお気に入りで。そうですね、いろいろそう紹介をしたもんだ。いろんなところに呼んでるみたいな。そうそうそう、だからいや、ラブボティは本当に、うん、あの評判いいですからね。もう時間もないんで。ブラックパイナー、私あの後輩じゃないですか。そう、そうですね。だから何回かの深夜番組、うん、プロデューサーにお願いして出してもらったんですけど、いい先輩ですね。あんまハマんないんです。言わなくていい。そっか。だから2回目があんま来ないっていうね。あ、なるほどね。やっぱ後輩思いですね、ハローさん。いや、ラブフォーティーだって早く売れてくんないと、バネッサがさ、もうそうですね、大変なことになっちゃうからさ。大変なこと。早く売れてほしいのよ。なるほど、なるほど。ブラックパイナーはまだ先長いからね。そう、まだ、あ、若い。店長に社員になんないかって言われてる。早めに行かないと社員になっちゃうよ。瀬戸際だ。だってラブフォーティーって呼ばれてるとこはあっちだ。店長レベルじゃないですか。本当に SOS だ、SOS。ラブ SOS。 そんなことないから。だってもう、もうそろそろ70歳だよ。そう、バネッサ、まあ、バネッサは若いけどね。元気なの、あの年齢で70人お若い、とても見えないけどね。見えない、はい、じゃあそんなバネッサにちょっと話伺ってみましょうか。わかりました。クロワッサン、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、来たバネッサ、はい、バネッサです、お願いします。今日バネッサでもまだ行きませんよ、あっちなんて、ね、行かないよ。バネッサは若い若い若い。バネッサ、これ生命線見て、ほら一回りしてるの。え、一回りしてるんですよ。うるせえババア。好きでババアになってないわよ。生命線が一回りしてるって初めて聞きましたけど。一回りしたらもう繋がっちゃう。すごい。あ、もうそれぐらいでも本当に元気ですよ、ね。マネさん、でも今日これ7品も作ったわけでしょ。結構大変じゃなかった。私、離島に住んでたんですね、数年前。伊勢湾の中で一人来た方がいい。それで、その時の友達がたまたま送ってくれたんですよ。あ、これは全部サザエとか無料なの。あ、全部これ無料で。そう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 、タイもね、大丈夫です。あ、タイも大丈夫。え、大丈夫、大丈夫。今日の朝ももう一度茹でてきましたんで。茹でてきた。そう、あ、じゃあ大丈夫。当たるといけないと思って、うん、はい、そうだって。これどれが一番来ました。アジもね、アジもね、伊勢湾の中に泳いでたやつ。タコも、タコもね、生きたもの、生きたもの、新鮮なものばっかり。だからさっきね、骨が入ってたんじゃないかな。あ、そうそう、新鮮な証拠なんだね。そうなんです、ね、はい。バカ企画むちゃくちゃだよ。この野郎、ひじきもね、危険しなきゃダメ。普通はね、ひじきこんな大きくなるでしょ。それをこのくらいの時にね、ひじき話、ひじきを持ってきたんですけどね。バネッサ、はい、バネッサ、今日の企画聞きましたか。
企画ですっごいね、このお弁当を熱く語ってくれてるけど最高すぎる企画を忘れみんなも食べてもらおうかなああ夕飯を持ってきてくれたんですから、ね、みんなの分の優しいな優しい、ね、あの落花生ご飯なんて食べたことないでしょ落花生あの赤いカッパのやつそ そうなんだ、うん、それも私も初めて食べてね、うん、友達が作って持っていけばということで落花生もらったんですよねこれで梨は八千代の梨八千代さんすごいわ伊勢湾の中の東志島ってところどれだろうなわかんないわ分かってもいいと思って持ってきたんです分かってもいいと思って、はい、ダメだよ最初分かってダメだよあー面白いな一応これ、はい、企画としてね、これどれを誰が作ってきたかってことなんだだからそうやってペラペラ喋っちゃダメでしょでももう喋っちゃったからダメだ今からでもぞくないからちゃんと知らないふりして知らない知らないそう知らない知らないさあというわけでバネッサが来ましたけど、ね、今日のお弁当のポイントみたいなのね分かんない程度でお願いします、はいマリさんにね、可愛いね、女の子を産んでもらおうかと思っていっぱい食べてもらってねいっぱい食べてもらうってことは結構なじゃ品数作ってきたってことそうですね大体どれくらい、はいどのくらいかしら、うん、お金数えなかったわじゃあ7品ぐらいですかね7品、もっとだと思いますハッピー、ハッピークリーンぐらい残り物のね分かるわ全然うまくないじゃん油がね、もったいないじゃないだからもったいない人参とごぼうとかねそうまた始まったまたお料理解説始めたハスもねハスとかねそういう残り物をね全部ねあのもったいないじゃない、うん、あの油が捨てるのねだからそれをね最後にね揚げてきたんですああこれ全部ね、はい、結局喋ってダメなんだってだから喋っちゃういや面白いもうバレさん戻ってくださいもうこれ以上話聞くことないですバレさん大丈夫はい、はいいやめっちゃ面白かったさあむちゃくちゃだよ本当に最高混沌だよ混沌いいねみんなに食べてもらおうと思ってって、うん、いっぱい作ってきたってもう本当にまさしくお母さんそうですねうんこれはじゃあ当てましょうかはいまあ簡単な人もいるけども中にはちょっと難しい人もそう私でもね結構、はい、A と B はの結構いいと思うんだよねじゃあこのようにいろいろありますから、はい、これはこの人が作ったっていうのをねちょっと配ってくださいわかりましたじゃあいいですかはいじゃあバネッサ大丈夫ですか大丈夫ですかそれで、うん、ちょっと迷ったんですけどでもバネッサそれで大丈夫はい大丈夫です 違うんだよまだ発表してないんだからそう素直だから素直正直者だからなすみませんいいですかはいやっぱね、一番こっからが難しい一番料理してんなって思ったのがこの A なんですよはい、これうまかったもんねだって私多分ね、山野さんだと思うあ一番作ってらっしゃるし、はい、下ごしらえとか多分上手だから、ねうん、でね、やっぱフランス料理3年っていうので、はい、じゃあ B、サンドイッチ、はい、これでも卵のね、作り方、うん、半端じゃなく美味しかったのうまかった、うまかった隠し味が何なのか分かんないんだけど、うん、オリジナルソースって言ってたからねでも初めて作った人じゃないと思うあこれなんだよねここが一番の瀬戸際だねでもなんかネットで見て作ったっていうから私これかなと思ったのはあそうそうそうネットで見てだから物入りさんがタンあぽくないいや俺もその線いいと思うよあそしたらこれ ABCDEまんまだよこんな並べ方するスタッフがでも今までなかったじゃないそんなの逆にってことそう逆にこれいいんじゃない皆さんどうもいいんじゃないこれちょっとさまんますぎるってこれはまあ逆にこういうこともするだろうなってのはあるかもしんないけどうんあいいってほらいいと思うよって、まあ、でもそれだけでさちょっと順番変えるの嫌だよねいや私でもなんとなくこう、うん、今すごいぴったり来てるいやでもこれは俺も文句ないわでしょうんいやクロワッサンがね開けた時に彼女が喜ぶって言った時に絶対私あの似顔絵というかキャラ弁だと思ったんですよあ俺ねそういう意味で言うと3と4はテレコでも
うん、どっちか超迷う。あるかなと思ってんだよね。そう、すごい迷ってるの。でもネットで調べたって感じしませんし。で、絶然料理したことないっていう増田くんは D の可能性やっぱあるっちゃあるんだけどね。卵すげえまずかったじゃん、だって料理したことないじゃん、まあ、で、C はやっぱうまかったもん。でも見てるから、分量とか、うん、D は見てないからまずいんじゃない。でも肉じゃがを自炊で作るような男がですよ、あの料理作るかね。そこちょっと気になる。でもね、あのウインナーの切り方だけすごい気になってるんだよね、うん、あれどういう切り方なんだろう、この、あ、これこのなんかちょっとフォークみたいに先っちょをそうそう、多分ね、タコさんを作りたかったんだろうなっていうのが見えるんだけど。だから料理したことないよね。そう、だから初めてっぽいのよ、 D も。いやー、俺は C と D 逆でもいいんじゃないかなというふうに思うんだけど。いく？ヤグちゃんが、いや、これでいいと思うんだったら。いや、私もこれでいってみようか。これでいきましょうか。はい、というわけで、はい、これがヤグちゃん出した答えです。いいんじゃない、これ今回初めて当たったんじゃない。これが正解不正解どうなんでしょうか。どうすんの。じゃあこれで例の、いつものように、はい、なんで谷が私なのどう考えても、なんで俺もやんの。これいや一緒だ、それそうでしょうが。いやいや、完全に今ヤグちゃんが当たるみたいな感じだったのにさ、連帯責任。俺の意見全然通ってないじゃん、だっていいから。なんだあの昭和の喜劇人みたいな。いいからいいから。ちょっと待ってちょっと待って。ほら、開くよ。じゃあ三二一で。はい、これ開くよ。ほら開く。いや三二一。だから。最初に確認してって言ってるじゃん。三二一。はい。パンってこうね。三二一パ。い？3、2、1パーね。うわ、これね、マジ痛かったんだよ、この間。で、大丈夫？やぶっかん、大丈夫？やぶっかん、大丈夫？ん？大丈夫？これ大丈夫だって。もういい。大丈夫なの？大丈夫なの？大丈夫、大丈夫、いけるよ。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ聞くから。聞くんだもん、加えてる最中。一人一回ずつ終わったからね。よし、じゃあもう行くよ。はい、よし、来い。正解だったら、ゴムは離れずに戻してくるわけね、うん、ピンポンピンポン鳴る、はいはいはい、ブーでバシャンバシャンくると、はい、いくよ。うんうんうん、痛い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 、だから痛いって口。うそー、外れー。超自信あったのに。マジでか。違うの。いやー、これはだから俺じゃあちなみに言ってみてください。ちなみに、うん、もうここだけだと思うのよ。ここはもう問題ないと思うの。ただ B もちょっと怪しいんだよな。はい、じゃあこれでもう一回じゃあやってみますか。これね、うん、そうしましょう。自信あるんだったら言ってみます。とりあえず一人で言ってくださいよ。え、もう今ので終わってたんですか、私の場合。お前何新しい企画作ってるの。いや、何回も言うんだよ。いや、俺の意見を言うから、やっぱそれでやっぱ正解したら。そうだ、男らしい。じゃあ、お前も加えとけよ。俺何言うの。いや、ヤグちゃんのやつはお前加えとけよ。どういうことですか。で、はい、だから俺が正解だったら、そっちは離れる。俺が正解だったら。なんで俺ここだってお前が言い出したんだから。まあ、言い出し、じゃあいいです。だからお前が正解だったら、俺は来ない。そうそう。で、間違いだったら、俺は俺でやりたい。だから、はい。でも俺もぶつかっちゃうの。何？私どうしたらいいの？大丈夫大丈夫。いや大丈夫だって。だってあっちでさ、引っ張りながらさやってないから。やってないよ。よし、これで本当に決めよう、はい、なになに、ブーだったら私も、ブーだったら川島さんです、向こう俺が、はいはい、ピンポンピンポンだったらこっち、はいはいはい、オッケー。ブーだったらこっちですよ、はい、結構来るからね。おう、矢口は3、2、1を
きます。3、2、1。おいじゃん。結局じゃん俺。ちょっと待って、じゃあちょっと、じゃあちょっと、もうしますか。こういうことか。これが違うんだ。こうか、これどう。これでもないって。じゃあもう全然わかんなくなっちゃった。でもしかしてマネさんが違うじゃん。嘘嘘嘘、まさかのマネだとしたら相当上手でしたよ。ちょっと待って待って、ちょっとみんなの意見聞いてみよう。みんなど、何が怪しいと思う。サンドイッチが物入りじゃないかと。サンドイッチが物入りじゃないかと。なるほど。こうなるってこと。で、この D はな、どれだと思う。クロワッサン。あ、違ったんだ。あれ違う違う、クロワッサンじゃない、クロワッサン。え、クロワッサンが違う。このえ、牛タンがそうすると、嘘。これで、これでいいの。あ、そうそうって言ってるよ。これでいいの。いける。牛タンが A。 あ、うんうんうん、いいんじゃない。ん、牛タンが一番ね、山野ね。私 A が山野さんだと思うんだけどな。これでいい。みんな言ってることが別々だからさ。そりゃそうですよ。ちょっと意見まとめといてよ。一致団結しないし。これでいいの。じゃあどうする。今度ゴム、ゴムは何、こうパソコンにつけるパチンって。さあ、いや、これでじゃあどうですか。どうですか。違う。もう知りたい。何これ。本当はもう全然別の人が作ってるみたいな。A の人が知りたい私。ちょっとじゃあもういい、もうちょっと正解教えてください。じゃあ考えましょう、はい。こうですね。こうですね。ここ何これ。嘘じゃ山野さん。いや、僕あの厨房でやってるんですけど、分量とかもうマニュアルで決められてるんで、自分で適当な分量ってちょっとあんまよくわかんない。あれ？マニュアル通りやる。作ってる人じゃないでしょ。そうまずいよ。それだって分量ひどい。いや、名前言わないけど、あの店絶対行かない。これはひどい。確かに、でもああいうなんかキャラ弁みたいのは作ってきそうだわ、山野、言われてみると。ちょっと物入りさ、私びっくり。これ美味しかったの。普段料理しないと言っていた物入りが、うん、料理はしたことないんですけど、今回もう死ぬほど味見しました。いや、でもすごい美味しかったですもん。ありがとうございます。だって物入りの料理って俺のお母さんと同じ味。そうだ。マジで。お袋の味。これはどれぐらい時間かかった。これも2時間ぐらい。あ、そんなもんなんだ。これネットで見て。ネットでクックパッドで。あ、やっぱ本当にクックパッドだったじゃん。上手だった。っていうか、これをこれからできる彼女に、好きな人とかに作ったらいいかもしれない。そうだね。うん、センスあるかも、お料理の。上手だった、ま、内藤はもう、でもうちは読み通りだったね。合ってるじゃないですか。全然違うって言ってたんですけど、騙されないですね、意外と。だって焦ってましたもん。すぐ。ちょっと言ってた、その、はい、オリジナルソースってのは。そう、まあ、さっき卵食べていたんですけど、うん、はいはい、まあ、シーチキンの方とかがマヨネーズとか醤油とかシーチキンに混ぜたりとか、卵もあんまりぐちゃぐちゃにしちゃうと、はいはい、卵感がなくなっちゃうんですよ、粉々になるんですよ。でちょっと残してて、で、まあまあマヨネーズとかいろいろ混ぜて。なるほどね。でもすごい美味しかった。そうで、Cもうまかったよね。美味しかった。ありがとうございます。なんか味付けがちょっと変わってる。そうですね、それはちょっとネットで見たんですが、最初にその矢口さんに作るっていう企画で、好きなものをちょっと載せようと思いまして、タンと韓国海苔と具なしの焼きそばですね。あ、はい、だってあの D の弁当もらっても嬉しくないもん。嬉しい嬉しい。やだ、もうやだ。だからほら、開けた時に喜ぶっていうのはそういうことだったんだ。まあ C 嬉しいですね。で、まあバレンスは散々料理の話聞いたけど。いや、ちょっと意外でしたわこれ。バレンスはちなみにこれ何時間ぐらいかかったの。1時間ぐらい。さすが。そうか、やっぱ料理し慣れてるから。結構だってあれだもん、クロワッサンがそもそもバネッサとあのコンビを組むきっかけになったのお弁当だからね。
お、はい、お弁当が。ネタ作りの時に毎回弁当作ってきてくれまして、うん、ネタを作んないけど弁当は作るそういうコミックもと思った胃袋を掴んだわけですね。そうそう、まさにその通りです。わあ、いい話。いや、これでも本当にね、面白いね。全然違った。うん、これなかなかいい企画でしたね。いや、面白かったですよ。まあ、次で最終回ですけど第2回とかないですか？ないです。あ、ないんだ。次終わりますか？そうなんだ、はい。なんかここでちょっと皆さんに決めてもらいたいことがあるんですけども、はい、なんと次回10月18日火曜日23時30分からいよいよディナーショーの開催ということでですね、はい、ちょっと場所をですね決めたいんですけども、ここです。ん、あ、場所ここですなんだよ、俺すげえ振り向いちゃったよ。いや、私もここになんか、これ、いいともにタモさんがやるやつだ。じゃあ、ここになんか、ここになんか出るのかなと思って、ここです。ここか。はい、そう、今度ここでやるってことになったらしいです。今までやったことを全部やるという、はい、いろいろ会場とか借りようみたいな話になったんですけど、はい、まあ、いろいろね、こっちの方も、なんせないんで、はい、まあ、ここでやろうじゃないかと。なるほど、はい、だから特にお客さんとかが入るわけでもなく、うんうん、まあ、だから皆さんがそれぞれ自宅でなんか飯食いながら見てほしいなという、そうですね、そういうディナーショーにしようということなんですけども、はい、まあ、かといって本当にこう料理の1品2品ぐらい出したいじゃないですか、ここに。はいはいはい。なので今日ここに出てきてくれた皆さんの中で、うん、一つ一人ですね、どなたか料理人を決めてですね、当日の、まあ、ここの会場の料理をその人に任せようじゃないかと、いいじゃない、いうふうに思ってるんですよ、はいはいはい。それをですね、これからアンケートで決めたいなというふうに思っております。じゃあこのパネルの D とか B とか A とか C とか E でいいですか？まあまあ、アンケート出ますから。じゃあ 1,2,3,4,5 で 1,2,3,4,5 でいきましょう。俺ね、もちろんね、今決めるって、ね、自由だな、おいいいですね、立候補ね。いや、もうバレしたっていいんじゃないじゃあちょっと皆さん動揺しましょうか、ね。はい、バネッサもちろんそうなんだけど、夜深いのよ。大丈夫？今回ね、11時半スタート。そう、11時半なんです。なるともう終電がなくなっちゃういや、それもそうだし、まあ、それはここへ泊まれるんです。こっちでどうにかするけど、いや、てか起きてなきゃいけないから。そうなんです。大丈夫です、結構な時間まで。夜勤してましたんで、うん、ああ、ほんと、ちょっと電話の交換のずっと夜勤もう確実にこれはもうバネッサ行きの切符みたいになってますけども、まあ、だから最悪なんか布団かなんか引いてね、はい、そうですね、ちょっと仮眠も取ってもらいつつ、はいはい、もしバネッサの場合は ね、 そうですね、もちろん他のメンバーも、はい、あれでもいいですから。そうですね、はい、はい、もし何かアピールポイントあったら。そうですね、その日バイト多分もうシフト出しちゃってると思うんですけど、今ちょっともう店長に掛け合っておう、はい、バイト休んで、休んできます。やだ、 D まずかったもんもう山根さん、もうちょっとがっかりしちゃった。ちょっとやぐっちゃん、この人は勘弁してほしいって人いますか？山根さん、そうだ、ね、見た目いいですね違う、味が美味しくなかった。多分中学校のトラウマで見た目をすごいみんなに見せたいっていう。あ、そうか、言ってた、そういえば。そんな話してたな。そうだそうだ、一応僕前見せたことあると思うんですけど、うん、弁当ガードっていう発明品持ってきたんですよ。何それ、何それ今一回見せたことあると思うんですけど。ああ、なんかやっぱり学生時代って人に弁当見られたくない人結構いるじゃないですか、はいはい、僕みたいに。だからそういう人はこうやって弁当を食べるんですけど、なんだよこれ、こうやって弁当食べた方が恥ずかしいよと思うじゃないですか。これは実際そうやって食べるんじゃなくて、ランドセルとかにちょっと出して親に軽く見せるんです。おしたら、息子はこんなのを使って弁当を食べてるんだじゃあ明日からちゃんと弁当作ろうって親が思えるための発明品です。切ない。どうでしょうか、なんだそれ、なんか切ないよ、その話。だから僕を選んでください。そうそう、はい、どういう話だよなるほど、そう、学生時代でやってたんですね。はい、発明します。そろそろ決まった頃でしょうか。どうでしょう、はい、結果が出たと、はい、いうことで、誰になると思う？いや、もうこれさっきから結構バネッサっていう、まあ、それはさ、うちわとしてはバネッサの料理食べたいけども、
ただ逆にこのユーザーからすればユーザーが食えるわけじゃないから、あのヤグ、ね、ちゃんがこんなに嫌がると山野に行く可能性もあるユーザーさん見た目は見れますからね。嫌だ。確かにね、バネッサユーザーが見た目で楽しいのは山野じゃないかって話もありますが、はい、はい、し来たもうバネッサが圧勝です。76.4% すごい、76.4% ってすごい。続いて意外とですね、2位が物入りさん 10.1%、 山野が 8.9%、 こっからでぐんと落ちまして、内藤が 2.4% クロワッサン 2.2%。 結構さ、クロワッサン真面目に作ってたじゃないですか。真面目に作った、美味しかったんだよ。 あれで2時間調べてきたんですか。はい、というわけで、うん、当日の料理は、はい、バネッサにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。楽しみ、はい、いっぱい作ってきてくれそう。ぜひお願いしたいと思います。はい、さあ、ということで皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。美味しかったです。さあ、ということでですね、次回の最終回の放送は10月18日火曜日23時30分からです。皆さんお楽しみに。楽しみに。バイバイ。わー、食べ過ぎた。よし、みんな弁当食べよう。食べよう食べよう。バレッサの弁当。